ビトールド・アナトリービッチ、クレール、ビトールド・アナトリービッチ・クレイヤー、1932年10月12日から2020年8月1日は、ソビエト連邦クラスのダール出身の陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピック及び1960年、ローマオリンピックの銅メダリストである。クレールは、三段跳べの選手として百五十六年メルボルンオリンピックに、 出場。16.02メートルの記録で、ブラジルのアデマール・ダ・シルバとアイスランドのビル・ヒャルマー、アイナルソンに次いで銅メダルを獲得する。しかし2年後のヨーロッパ選手権では、途中棄権という結果に終わっている。クレールは、1960年ローマオリンピックに連続出場を果たす。三段飛べ決勝では、最終試技を前に、ポーランドのヨゼフ・シュミット、ソ連のウラジミール・ゴライフ。 アメリカの黒人選手であるイラ・デイビスに次いで4位に一致していた。最終跳躍でクレールは16.243メートルのベストを出し、デイビスを2センチメートル逆転。審議を終えていたデイビスはクレールに近寄り祝福しようとした。しかし、クレールはまだアイナルソンの最終跳躍が残っていたため、デイビスを拒否。これに対し、状況を知らないスタジアムの監修は、 差別的な行為をしたとして容赦なく、クレールにブーイングを浴びせた。クレールは、場内のブーイングがなぜ起こっているのか原因がわからなかった。ソ連のコーチは、クレールと共に、デイビスに事情を説明した。しかし、観客には理解してもらえなかった。アイナルソンの最終跳躍の後、クレールの2大会連続銅メダルが確定した。彼に対するブーイングは、 表彰式の時にも起こり、泣いているクレールは、同僚のゴリライフに導かれながら、グラウンドを後にした。クレールは1962年のヨーロッパ選手権、1964年、東京オリンピックにも出場したが、予選突破することなく終わっている。現役引退後のクレールは、ソビエト代表チームのコーチを長く務め、2000年、シドニーオリンピックではロシア代表チームのコーチを、 務めた。2020年8月1日、死去したことが、ロシア陸上競技連盟によって発表された。87歳ボーツありがとうございます。